皆さん、今日は、海が青くなるまで泳ぐ、ジャジャン・クー監督の作品ですが、ご来場いただきましてありがとうございます。ジャジャン・クー監督、今の北京にいらっしゃいますが、これから Q&A を開始したいと思います。で、作品を撮ろうと思ったきっかけということなんですが、これは映画の中にも出てきた、山西省のフェンヤで行われた文学、フェスティバルが、行われて、それからこう関連して作った作品だと聞いていますが、そのあたりの経緯とか、その文学フェスティバルというのがどういうようなフェスティバルだったのかということを、ちょっと簡単にお答えいただければと思います。首先，我们想了解一下这个在吕梁市这个汾阳那边贾家庄，召开的这个文学季吧，吕梁文学季的具体内容是什么？那么您拍这个电影，是因为在那边召开了这样的这个文学季，所以才决定拍这个电影吗？请谈谈您想拍这个电影的初衷是什么？好的，谢谢。ありがとうございます。对，这个影片拍摄的这个地方叫汾阳贾家庄，是最近2年我比较常住的地方，因为我之前一直生活居住在北京。那么最近2年呢，我会有大量的时间是会在家乡度过。回了家乡，我就在这个村庄生活。那这个村庄呢，它有很强的这个文学传统，因为在1949年以后，中国有好几位作家，他们生活在这个村庄里，他们包括了40年代、50年代的作家，像马风啊、宋谦啊、西戎啊这些，在中国被称为是山腰弹派作家的这些作家，他们以这个村庄为背景进行写作。也根据他们在这些地方写的作品呢，也拍了一些电影。那我个人这几年比较多的在这个村庄生活呢，就开始对我居住的这个村庄的历史开始感兴趣。因为它背后不仅有农民、农业、有农民，而且还有文学。它是一个被文学讲述过的这样的一个中国的土地。我很想了解它的历史，这样的话就想拍这部纪录片。那当然，因为它有很多文学家在这个地方活动，1年前呢，在这儿也创办了文学的节，就是吕梁文学季。吕梁文学季呢，是这中国大概有30多名作家，他们去了这个村庄演讲，讨论，他们去年第一次会议的这个中心的一个主题叫做"从乡村开始的写作"，从乡村出发的写作。我想讲这些。はい、そうですね、ここの場所はですね、山西省の、フェンヤンというところにある、ジャジャジャンという村なんですけれども、まず、ここでですね、最近、私はですね、ほとんどこの、北京にも住所は住んではいるんですけれども、この数年、2年ぐらいですね、住まいをですね、こちらの、フェンヤンの方に、移してですね、この村にですね、住んでいることが多いんですね。そうすると、その村の生活というものにすっかり馴染んできてまして、ここのその村にですね、文学の伝統があるということを強く意識するようになりました。1949年からですね、多くの作家がですね、この村に住み着くようになりました。例えば映画の中に出てきたマーフォンとかスンチェンとかシーロン、そういう人たちがですね、この村に住んで作品を書くということがありました。彼らはですね、ジャガイモ派というふうに呼ばれる文学の流派の人たちであるわけです。そういう村にですね、自分も住んでみまして、この村の歴史にとても興味を惹かれるようになりました。特にですね、もうこの農村ですから、農民の生活を描いた数々の文学の中で、どういうふうにその村がですね、語られているかということに非常に興味を持ったわけです。です、そしてです、このですね、文学フェスティバルを、企画する
ことになったわけですけれども、これを文学フェスティバルは1年前に初めてここで開かれたわけです。その時に三十数名の中国の有名な作家の方たちをお招きしてですね、レクチャーとかさまざまな催し、いろんな講演会をいろいろやってもらったりですね、そのように、な内容を持ったですね文学フェスティバルであったわけです。那么去年来了三十多位作家，他们在这个村庄里面讨论文学，他们主题叫做从乡村出发的写作。那这些作家呢，就有来自中国各地的，不单单是山西的。这样的话，他也这个让我把视线由我生活的这个故乡扩展到了全中国。我非常想拍1949年到现在中国的乡村经验，乡村经验，因为最近这十几二十年，中国社会是城市化进程很快，大量的人们离开农村乡村来了城市，城市乡村的人口越来越少，人们对于乡村的理解，对于乡村的生活经验越来越少，但是实际上中国这样历史悠久的一个农业国家，我们的很多行为，我们的很多这种塑造我们性格的东西都跟农业农民有关，所以我希望能够在这样的一个时刻来通过这个纪录片去了解中国的乡村经验。そうですね、三十数名の作家の方たちをお招きしてですね、村から始まる文学というのをテーマにしてですね、いろいろとその、書いてもらったり撮るということだったわけですけれども、このその作家の方たちというのはですね、ただ単に山西省 に、にいる作家たちばかりではなく、全国のさまざまな場所からこのフェスティバルに参加していただいたわけなんです。ですので私の興味はですね、山西省という一つの、省からですね、全国に向かってですね、広がっていったわけなんですね、そして特に1949年以来の、中国のその農村部の経験記憶というものをですね、掘り起こしたいというふうに思ったわけです。ご存じのようにですね、どんどんとその中国では都市化が進んでいくとともにですね、村の人口も少なくなっていき、村の記憶というものが、薄れつつあるわけです。しかしながら中国はもともとその農業国家であったわけですから、農業を元にした文学がですね、どういうふうに発達してきたか、こういう、フェスティバルにですね、多くの方たちが集まって、くださったこの時期にですね、私はそれを映画に撮りたいというふうに思ったわけです。はい、ありがとうございました。次の質問に移りますが、何人かの方が質問していらっしゃいます。この題名をこの、海が青くなるまで、多分中国語のタイトルもほぼ同じだと思いますが、このタイトルにした理由、それからこのいつの段階でこのタイトルを考えられたのでしょうかというふうにの質問が来ておりますので、これについてお聞きいただきます。下一个是关于影片名的问题。那么现在是一直游到海水变染吗？那么您为什么采用这个片名呢？大概是在什么时候就想到这个片名？对这个电影比较合适的呢？原来这个影片最初的时候，我们的名字叫做《一个乡村的文学》，一个村庄的文学。这是他最初的这个中文的片名，英文的片名最初叫做 So Close to My Land， 我们是用这样的名字去开始拍摄的。那么一直到拍完余华先生，拍完余华先生之后，余华在现场拍摄的时候，他讲到了他这个小时候游泳的故事。他说这个小时候书本上说大海是蓝色的，但他家门口的大海是黄色的，他希望一直可以游到大海变蓝的地方。这个故事很感动我，他讲完这个故事之后，我决定把影片的名字改成一直游到海水变蓝。
因为实际上在这里面呢，就是我们在最终剪辑这部影片之后会发现，影片涉及到了最少四代中国作家，同时也可以说是涉及到了四代中国农民，四代中国中小城市生活的人的故事。因为像马鹏先生是活跃在四五十年代，贾平凹先生50年代出生的，余华先生60年代出生的，梁鸿女士是70年代出生的，他们一代又一代的人，他们的生活遇到了很多问题，他们的写作在反映他们所面临的问题，在解决他们所面临的问题。中国人就是这样，一点一点解决问题啊，像一个这个理想的生活在缓慢的前进。他还挺感动我的，我觉得这背后有四代中国人就是内心付出的这种努力吧。我把它称之为是一个大海版的愚公移山的故事。愚公移山是中国的一个古代的故事，这讲这个父子两代人要把一个山搬走。他这个余华的这个故事，我觉得它是一个大海版的愚公移山的故事。はい、そうですね。最初はですね、撮影に、の準備をする段階はですね、ある村の文学というふうにつけていたわけなんですね、タイトルを。しかしですね、このタイトルは余波の、を取るですね、現場に行って変わりました。余波がですね、余波先生が小さい頃の話を私にしてくれたわけです。で彼はですね、まあ、よくここで泳いでいたんだけれども、その時、まあ、教科書には海は青いって書いてあったけれども、自分が泳いでいたのはいつも黄色い海だった。青い海の色がですね、青くなるところまで泳いでいきたいと思ったとおっしゃいました。その話を聞いてですね、私は非常に、感動しました。ずっとこう泳ぎ続けていく、その青くなるまで泳ぎ続けていくというところを聞いてですね、感動したわけです。その時点でですね、まあ、今のタイトル、海が青くなるまで泳ぐというタイトルに変わったわけなんですね。そして編集の時にですね、この作家たちの話を聞き、そして田舎の、まあ、中国のですね、この小さな地方都市に関する話をですね、いろんな作家の方たちがしてくれてるわけですけれども、それをまさ編集の時にですね、見ながらですね、例えばですね、マンホンさん1940年代頃の話、そして次に、ジャーピンワーさんがですね、まあ、50年代ぐらいの生まれ、そして次にユーファーさんが60年代、そして、リアンホンさんが70年代と、このようにですね、それぞれ年代の違う人たちがですね、それぞれの時点でですね、自分たちが向き合った問題、いろんな経験をですね、語ってくれているわけですよね。作家という人たちはですね、さまざまなその問題を絶えずその見つめ解決していくことをその文学として表現するわけですけれども、そしてそのより良い社会に向かって目指してですね、行くということを胸に秘めな思いを抱きながらですね、書き続けていったわけですよね。ですので、この4代にわたる人たち、それぞれ年代が違う人たちが語ることにとても感動し、これはまさに中国のこの4世代にわたるですね、物語になるというふうに思ったわけなんです。そして私はそのように今のそのタイトルにつけてですね、ちょうどその、まあ、皆さんご存知でしょうか、その愚公山を移すとですねいう故事があります。でこの愚公という、愚公という人とそして息子とですね、が2人揃ってです、2人でですね、代々その自分の代だけではその山は移せないんだけれども、またその息子にその任務を与えてですね、一緒
次々と世代を重ねていけばですね、その理想は実現できるという、これがあの愚行山を移すの故事なんですけれども、まさにこのイーホアさんが語られたことというのはですね、このまあ、海の海バージョンの愚行山を移すという故事になるのではないかと思ったわけです。はい、ありがとうございました。で次の質問ですが、この映画ではそのいわゆるこう80年代以降 の, あの農村生まれの作家という方はこうあの登場してなかったのですが、あの、まあ、現代今の時代ではあの農村からこう作家が生まれるのはもしかしたら難しいというふうにお考えでしょうか。下一个问题是这样，在这个电影里面，好像没有谈到过这个80后的这个作家，是不是现当代的这个一些年轻的作家里面，很少有从那个农村那边过来，当那个作家，是不是由于这样的情况，所以没有谈到这个80后以下的这个年轻作家？嗯。对，这个纪录片里头没有提到更年轻一代80后的这个作家，他并不是说在中国就没有年轻人写农村，也不是说年轻人就完全对这个中国的当下的农村不了解，也不能这么说，但是相对来说呢，那确实大家的主体的生活经验都已经由乡村偏离到了城市，在普遍的一种写作的兴趣点，就是比较多的会在城市或者在城市跟乡村结合的部分，是纯粹的一个乡村经验，实际上在更年轻一代人的生活里面，是这个是越来越少，所以对于这部影片来说，我觉得重要的是把经历过有乡村经验的人 的记忆记录下来，让人们了解我们曾经这样生活过，遇到过这样或者那样的问题，好。そうですね、あの確かにですね、まあ、あのいわゆるその80年代以降に生まれた若い人たちのことをですね、このドキュメンタリーでは取り上げていませんけれども、だからといってですね、今の若い世代の方たちがですね、農村に対する理解がないとか、あまり分かっていないとかですね、そういうことではありません。しかしながらですね、今全体的にですね、いろんな場所で都市化が、まあ、急速に進んでいるわけですよね。で、いろんな人たちの興味もですね、都市化の方に向かってですね、進んでいるわけです。まあ、都市、そしてですね、都市と田舎の、交わるあたりとかですね、そういうわけですので、若い人の中でですね、特にその田舎に興味があって、そこを主として書いているっていう人は非常にあの少ないわけなんです。しかし私がこの映画を撮るに際して、思ったのはですね、こういう田舎で暮らした田舎の出身の経験をですね、きちんと記録して理解してもらうということがですね、非常にあの大事なことであるというふうに思いました。20何個ぐらいが来てるんですが、もうちょっと時間がないので、次があの最後の質問に、させていただきます。今天有好多问题，已经有那个二十多个提问过来了。对不起，又没有时间了。はい。で、まあ、ジャジャン監督がよくあのドキュメンタリーを撮ってから、その後で長編劇映画にこう移行するということをしていらっしゃいますが、今回、まあ、この映画で描いたあのご家族の話とか、そういった物語が、次回の作品に何かつながるということはあるでしょうか、という質問。就一个问题是、贾导、以往呢、是这样子。先拍那个、一部这个纪录片。然后把这个纪录片的内容扩大成这个长篇的这个故事片，有这样的这个工作的这个风格嘛，工作的方式嘛，是不是这次也有可能把这次你所认识的这个作家的这个就是情况呢，就是扩大成一部长篇的这个故事片？对，过去你比如说像03年的任逍遥。因为之前
拍了一个纪录片，叫做《In Public》公共场所，由他发展成了任逍遥的影片。这种情况也出现过，但是对于一直游到海底电缆来说，我觉得，它只会是一部记录电影，因为这些作家他们的作品。如果要改编成电影的话，几乎是他们的每一部作品都可以改编成很精彩的影片。你像这个余华，他本身就有好几个作品改编成了小说，改编成了电影。对，我觉得这一次这个纪录片更主要的是我们听到这些讲故事的人讲他们自己。所以它只会是一部纪录片。そうですね、確かにこれまで、まあ、インパブリックをですね、青の稲妻に発展させたっていうようなこともありましたけれども、今回のこの作品はですね、純粋にもうドキュメンタリー、それだけで収めたいというふうに思いました。まあ、彼らは非常にみんな有名な作家であるわけですから、まあ、映画化された作品もあるわけですよね。特に、まあ、ユイホアさんについてはですね、非常に有名な映画にもなっていますので、まあ、彼らの作品をですね、数々の素晴らしい作品、どれももう本当に映画にとってもいいわけですよね。今回彼らをこのようにドキュメンタリーで撮ったということは、自らを物語るということ、語る人という視点でですね、このドキュメンタリーを撮ったので、今回の作品を長編の劇映画に発展させていくっていうような計画はありません。はい、それでは時間がなくて残念ですが、以上でジャジャン君方の Q&A を終了いたします。皆さんどうもありがとうございました。那今天这个交流会就到此结束，非常感谢导演啊，非常感谢在座的这个观众。好，谢谢东京的各位观众朋友，谢谢大家观赏这个电影，谢谢一江老师，谢谢翻译，谢谢。東京の観客の皆さん、今日はこうやって見ていただいて、そしてこの Q&A に参加していただいてありがとうございました。市山さん、どうもありがとうございました。谢谢，谢谢。